はい、ということでございます。続いての続きの後半2ホールですけども、ここショートですね。ショートホール、はい、何ヤードでしょうか。178ヤードです。178ヤード、はい、これは井野コーチ、はい、どういうホールなんですか。ここは、うん、まあ、見ての通り、まあ、バンカーが左右にあって、はい、花道ちょっと狭いですけどね、うんうんうん、でもまあグリーンセンターに今日ピンキ行ってるんで、はい、まあ、とりあえずグリーンセンター狙いって。なるほど。でここはあれですよね、松山プロが、松山プロがダノフェニックスの時にホールインワンした。うわー、ピンポジションも多分あれ、え、ピンポジションも同じようなとこ、うん、よっしゃ、じゃあ挑戦してくださいさすがに、さすがにはホールインワンは俺出たらびっくりしてまうわ野球チャレンジ行きますか。いや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 50球で入ったらすごいっすね。500球も178ヤードね。何番アイアンで。6番アイアン、はあ、おー、たまちゃんピン筋いってんじゃない。おえー、ナイス。大きいぐらい、ねえ、アドレナリン出たね、出ましたね今のね結構入れたろうという気持ち出たね。いいね、ナイスです。はいはい、ちゃんと目土もね、はい、目土大事って言ってましたよ、平選手が言ってました。本当ですか、はい、大事なんで、大事ですね、はい、放送丁寧にね、はい、はい、ありがとうございます。おお、いい球、しゃあ、ナイスオンです。めちゃくちゃ音良くないですか。でやっと聞けました。そうですね、ようやく、はい、ようやく出ました。はい、あー、よかった。そうなんですよそう、いい音になりましたね今ね。気持ちいい音、はい、やってない自分が気持ちいいありがとうございます確かにいい音になった。いいショットでした。いいショットね、ありがとうございます。さあ2球とも乗っておりますが、私の方が近いですが、ちょっとラインも見せてもらいましょう。これ分かりますね。ねえ。同じ方向からでも。よしよし。10メーターぐらい？ですね。うん。の下り。ちょっとごめんね、撮影やからちょっとライン見てまうけど、ごめんね、ごめんね、撮影やから。多分ほんまこれこっちから見たら反則やけどね、撮影やから。あれ、いや、ナイスタッチ。切れないね。はい、どうぞどうぞ、いいっすよ。うん、ナイスパー。あれ、じゃあちょっと、いやー全然切れない。何やったらちょっと右に来た。それえ、どっちで産んでたんですか。いや、フックで、はい、ああ、フックしないでまっすぐ行ったってこと。入れたら最後、はい、そのままスーって抜けました。スーって抜けた。そうなんですね。ね、最後ね、スライス。お、でもいいライン見れたんじゃないですか。はい、見えました。よっしゃ、入れたろ。はい。うわー、惜しいですね。はい、パーでした。ナイスパーです。ありがとうございます。よかったです。いやー、惜しいね。やっぱスライスしましたね。しましたね、最後ね。はい、やっぱり、はい。やっぱライン見といてよかった。あんな真、真後ろが。まあ、まあ前から見る。反則よね、あんなの。絶対。ダメですよ。撮影なんでやってただけで。しょうがないですね、今日ね。はい。本来マナー悪いよね、あれはね。このパー5、571ヤード、はい、チャンピオンティーは571。ちょっと上げてるんじゃないですか、しかもですね。
そうか、さっきね、フォローでしたもんね。よし。でも、コーラ君はちょっとバーディー狙ってね。はい。私も狙います。おー、ちょい右。まあ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 、はい、ナイス。ちょっと右でも全然打てるでしょ。はい、ね、はい、よし、うおー、強一、はい、ちょっとしばきましたね、今。ちょっとね、ムカついて振っちゃいました。ですよね。なんかそんな感じがしました。はい。すげえ。やってやりました。何ヤードいったか見ていきましょう。はい。はい、コーラプロは、フェード、はい、僕フェードです。あ、はい、へえ、それはもう、ちっちゃい時から。いや、ちっちゃい時ドローだったんですけど、ああ。9時台にフェードにして、はい。やっぱりちょっと球が安定してきましたね。へえ、はい、やっぱフェードの方が安定します。安定しますね。いや、俺も。僕の場合はですけど。いや、僕もそっち派なんですよ。はい、本来フェードなんですよ。飛距離はね、ドローの方がやっぱり。あ、そうですか。今のクラブの。はいはい。あ、はい、特性上ドローの方が飛ぶ。飛びやすい。へえ。え、まあハイフェードとかあるじゃないですか。はい、高い球でフェードをすると、はい、その方がスピンが入るってことですか。そうですね。スピンが多くなってしまいがちなので、うんうん、ちょっと飛距離が落ちるっていう。へえ。でも俺。すごい思うんですけど、俺だけがこの理論言ってるんですけど、はい、同じちゃうんかって思うんですよね。あ、同じ。そうそう、フェードもドローも、はい、打ち方がちゃうだけで、うん、なぜスピンがそんな入るのかがよく分からないんですよね。まあ、だからトラックマンとかで見たらそうなんかも知らんけど、この僕が思ってるのは、このこう打つのとこう打つのを何がちゃうねん派なんですよ。ああ、なるほど。はい、こう打ったってこうスピン入るわけじゃないですか。はいはい、で、こう打ったってこうスピン入ってるだけの話じゃないですか。そうですね。ああ、ごめん。コーラ君全然聞いてなかった。ちょっとプロにちょっと聞きたかったですね。ものすごい熱弁してるのにちょっと。はい、ちなみに。どう、これちょっとややこしくないですか。そうですね、コーラープロキーはちょっとキーね、どうしようかな。で、悩みますね、これ。でもこれは確かに下から、じゃあ下から、はあ、はい、何番やで。5番アイアン。まだ300以上ありますか。ちょっとレイアップ、はい、ほう、うまうま。いや、今のね、見ましたよ、弾道のやつ欲しい。今のはすごい。プロ、一応プロ。233、はい、分かりました。じゃあ3番ウッドで3番2を狙い、狙いますか。いや、それはもうだってですよね、全く意味ないもん。狙います、3番ウッド、はい、クソ。ちょっと、え、美味しそうだかも。声がああ、そっちで声がね、声が素晴らしいですね。悔しい。ちょっと3オクターブぐらいこう上がった感じの。すごいいい声してましたね、はい、いや、悔しい。
ちょっと力み出てましたかね。ですよね。まあでもライオンさん、はい、もうこのパターンはしょうがない。しょうがないですよね。いやこれやな、やっぱゴルフってこういうもんなんやな。はい、あそこで2オン乗せれる人ってやっぱちょっと、はい。メンタルがもう、うん、こんだけ負けてたらやっぱあのメンタルになりますよね。いやそうですよね、うん、でしかも今一か八かで振ってるから、そういやもうメンタルも問題でもないかもしれない。そうですね、そうですよね、はい、確かに勝負させられてることに問題があるってことですよね。うん、あれ大きいね、ちょっとアドレナリン出てるんじゃないですか。ちょっとプロテストテストちゃんはトーナメントじゃないよ。そんな大西ライオンに勝つことそんなに名誉なことじゃないけど、まあまあ昨日ね、なるほど、そうかそうか。ちょっとすごい飛んでるね。触れてましたね。触れてましたね。はい、あ、ほんま？飛ばへん？すげえ飛んでんな。うわー！トップしてもうた。はい。ほんまは高い球で止めなあかんと思っちゃったんで、はい、トップしたんですよね。だから何にもタフ取ってないでしょ。ですね、はい、くそー、やりすぎた、やりすぎました。入れます、チップイン、やります。さあこれ先生、はい、これもバンカーみたいなもんですよね。でもバンカーと思ってもいいぐらいじゃないですか。です、ね、ちょっとバンカーみたいに打ったのかな。じゃあ28ヤードです。28ヤード、はい、はい、58ですかね。58です、はい、これってソールしてもいいんですよね。まあ、もちろん。じゃあこれ一回ここでバンってやってもいいんですか。で素振りですもんね、はい、はい、勝手ちょっとあかんけど、はい、あ、でも、まあ、うまくいってるんじゃないです か。 本当ですか。あと振り幅がちょっとちっちゃかったような気がしますけ ど、 そっかそっか。だからバンカーもっとバンカーショットっぽくやればよかったです ね。 ビビっちゃった。いや下が意外と硬かったんで、なんかあの素振りの時ですよね。だからいけるかなと思っちゃったっすよね。はい、でも入れちゃいます。お願いします。さあ最後に見せ場を、はい、あ、でもナイスタッチです、はい、来い来い来い、くー、はい、どうぞ。はい、ナイスパーです。ショートはナイスね。はい、はい、ボギーです。あー、負けてしまったというわけでございまして、ラウンド終了でございます。お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。前半後半ありがとうございます、ということで私がですね6オーバー、はい、そして、コーラープロがパープレー、パープレーです。ということでボロ負けです。くそー、乾杯です。参ったなー。いやー、ちょっとタイラープロとやった時と真逆になってしまいまして、はい、いやー、やっぱりいい球で見せられるとこっちもってなっちゃいますね。はい、それが原因敗因かなと思いました。はい、あと変な球もいっぱい出ましたし、
まあ、これが素人なんやなっていうのがいっぱい出ましたね。いやそうですね、お手本のようなミスをちょっとですよね、はい、やっぱプレッシャー与えられてたな、はい、どうでしたか、こうコーラプロは僕のプレー。そうですね、うん、序盤にちょっとミスが多く出てしまったので、はいはいはい、そこでやっぱり少しもったいない、うん、ミスが何個かあったので、ね、確かにティーショットとかは良かったですよね。そうですね、いいティーショットも3、うん、あの4ホール目ですごく、はい、ありがとうございます。3番のショートホールもすごい良かったので、ね、ちょっともったいないなっていう感じでした。ほんまそういうこと、はいはい、というわけでございますから、私がですねコーラプロに心配ないそうを言うんですけど、はい、なんか心配事あります？心配事、はい、しっかりツアーで活躍できる、うん、プロゴルファーになりたいと思ってるんですけど、なるほど、たまに不安なになってしまう時があるんで、わかりました、それを飛ばしてやりたいです。はい、わかりました、コーラプロが、これから皆さんに覚えてもらえるように、覚えてもらえるようなプロになれるかどうか心配し、心配ないさー、大丈夫です。こんだけうまかったら大丈夫と思います。頑張ってください、本当に応援します。どうもコーラプロありがとうございました。今コーチもありがとうございました。ありがとうございました。皆さん見てね。